こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。お金のメンタルブロックの外し方の動画、大変興味深く勉強になりました。お金イコール情報、もう少し詳しく教えてください。1つ目、お金とはすべて問題解決と紐づく。2つ目、お金の問題を超えるのが健康。3つ目、情報の洗練さが第一。4つ目、加工して現金化するということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあこれ、お金のメンタルブロックの外し方という動画を1本作ったんですが、まあ結構好評だったということで、まあそれの続編と呼べるかどうかわからないんですが、もう少し解説したものを作りました。1つ目ですね、お金とはすべて問題解決と紐づくということで、まあ要は問題が大きい、つまり悩みが大きいほどお金が流れる仕組みになっていると。で、少し前のですね、3年ぐらい前の新型感染症、世界中で数千兆円のお金が増やされたと。予防薬、治療薬、あと検査とかですね、あとスタッフの手当とか、いろんな給付金、あと融資まで含めてですね、非常に大きなお金が流れたということがありました。なので、問題が非常に大きかったと。非常に大きな感染症だったので、これらはすべてお金に紐づいて、いいかどうかは別として、ここに乗っかれた人は非常に莫大な資産を稼いだ人がいるという感じです。じゃあこれからどんな問題が起きるのかっていうふうに考えていったときに、これからは脱石油のエネルギーですね、あと半導体、AI にお金が集まるということがもうこれ決定しているので、決定事項のことに乗っかってですね、お金を集めに行くんであれば、そこを狙っていくのがいいかなという感じです。まあここはもう実践編って感じですね。2つ目、お金の問題を超えるのが健康。ある程度お金で解決するが、最後は命に関わるので、この命の問題はまさに医療ですね。先ほど伝えた内容はもちろんなんですが、まあ、地球という惑星の生命に関わる問題として、地球の温暖化とか異常気象とかですね、空気汚染とか、まあ、あと温暖化を超えてですね、もう熱帯化みたいなこととか、あと水の汚れとかですね、まあ、今だと海水の中にプラスチックが含まれているとか、さまざまなことがあるんですが、まあここで地球自体がダメージを受けてしまうと、人間が絶滅するようなことが一番大きな課題、まあ話題としてあるというところまで来ています。まあそれ以外にもがんとかですね、心臓の病とか、まあその他もろもろの病気に関わるもの、あとまあダイエットとかもそうなんですけど、まあ、ここには大量のお金が埋まってるというのが、お金の仕組みです。3つ目、情報の洗練さが大事。洗練さとはある意味再現性が高いものをきれいに伝える能力ということで、まあ再現性とは、例えばですね、不動産投資とかですね、株式のトレードとか、アンティークコイン投資も同じで、まあこれ伝える側の人がテレビに出ているとか、本を書いているとか、 YouTube が中身がすごいいいとか、まあ情報をいかにうまく伝えるかっていうところが、洗練さの部分です。まあ、あと日本の伝統工芸とかだと、まあ、漆塗りとかですね、草履作るとか着物とかいろいろなものがあるんですが、まあ、良いものは多いんですが、良いもので内容が伝わらないと売れないので、まあ、伝え方というのが非常に大きなポイントになっています。4つ目ですね、加工して現金化するということで、良い情報だけではお金にならないと、伝えなければ意味がないので、つまりですね、伝えるとその内容のレベルに応じてお金になると。前回の YouTube ですね、お金のメンタルブロックの外し方の時に、サービスを受ける側がお金を支払うということを言ったんですね。まあ、車を買おうが家を買おうが、ダイエットジムに通おうがですね、何か美味しいものを食べに行こうが、温泉に行こうが、すべてサービスを受け取る側がお金を支払う仕組みになっている。逆にサービスをする側ですね、提供する側はお金を受け取れるので、このサービスをどのように提供するかが
お金のすべてと言ってもいいです。つまり情報を出すのもサービス、まあ、YouTube を出すのもサービスですし、まあ、接客とかもサービスですね。ロールスロイス行ったことないですけど、あの接客が素晴らしいとか、あとアフターフォローですね。買った後サービス提供した後にまたサービスがいいとかっていうことが実際に大きなお金になっていると。なので学校でいくら国語とかですね、歴史とか数学とか習っても全くお金と全然ほぼほぼ関係ないので、お金がない人が多いという感じです。なのでお金増やすのはもう簡単なんですね。自分が出せる情報のレベルが段違いに素晴らしくて、それが世の中に広まっていけばお金に変わっていくという流れになっています。でこれ情報出すだけではダメで、情報の伝え方とかですね、あとセールスの仕方とか、セールスの後にどういうサービスを提供していくかとか、すべて情報になっているので、まあ、そこまで知っていくといいかなと。なのでこの一連の流れを知らないとお金は増えないと。ちなみにサービスが悪いと、サービスが悪いというレッテルを貼られると。あそこのラーメン屋行ったけどめちゃめちゃまずいとかですね、あそこのレストランはもうスタッフ最悪とか、ですね、あそこの車のディーラーに行ったらなんかひどい接客されたとかっていうことは、そのサービスが悪いというレッテルを貼られですね、自分自身の身に悪いサービスが関わってくると、自分自身が悪いサービスを受け取るようになってしまうので、悪いサービスを受けるということはお金がどんどん増える方向から真逆に行くということなので、ここも本当に注意した方がいいかなという感じです。そろそろまとめですね。なのでお金は問題解決であると。問題の最大は命、次がお金だったりします。まあ、それ以外にも他にもいろいろあるんですが、この2つが二強なので、命健康に関わることとお金に関わることの情報を持っていれば持っているほど、ある意味お金持ちになりやすいという感じです。であとは情報が、まあ、洗練されているかどうかなので、まあ、誰が言ってるかによってで受け取る額が違うので、先ほどのように、まあ、テレビ出てるとか本書いてるとか YouTube、 今うちだと5万7000人の登録者がいるんですけど、登録者多いとかですね、40万回ぐらい再生されてる動画もあるんで、そのように洗練されてるかどうかということと、あと最後情報は加工して現金化されるので、どのように加工されるとお金をみんな気持ちよく払えるかと、気持ちよく払ってもらえるとお金を受け取れるという風になっているので、ここを勉強していくといい投資になるのかなという風に思います。本日の動画がためになって面白かったという人は、ぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、このように質問いただくのが一番ありがたいので、コメント欄にご質問とかご感想いただければと思います。このチャンネルでアンティークコイン投資でお金を増やす、守るということから、今日の話はまあ心理の話に近いので、あとまあ経済の話、シェア書の陰謀論、さまざまな話してますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、 LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週に1回ニュースレター発行しているのと、動画1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間ズームで水曜と日曜日に個別相談っていうのをやってます。アンティークコイン投資でお金を増やしたい人、特に守りたい人の個別相談してますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。水曜日曜日都合悪い人は日時の調整もしてますので、LINE に登録の上でですねコメントいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。